皆さんはスナットウという言葉を聞いたことがありますか？その名の通り、納豆にお酢をかけたものです。実は今このスナットウがとても注目されていて、健康効果がすごいそうです。今回はスナットウがどれだけ健康にいいのかご紹介します。視力回復。視力 0.01 の網膜血管閉鎖症の82歳男性がスナットウを食べ続けて2ヶ月後 1.5 まで視力が回復したそうです。さらに視野欠損の症状がある21歳の女性はスナットウを昼夜 50g ずつ食べて8日で回復しました。視力 0.7 の58歳男性はスナットウを夜に1日 100g ずつ食べて2ヶ月後には 1.2 の視力改善効果が見られました。いずれも投薬治療はしておらず、スナットウを取っただけの結果です。疲労回復。納豆に含まれるビタミン B2 には目の細胞の再生を助けてくれたり、網膜を守る働きがあり、目の疲労回復に効果的です。またビタミン B1 を摂取すると糖質の代謝が促されます。全身の細胞にエネルギーが行き渡り、筋肉や眼精疲労の回復につながります。ダイエット効果。スナットウはダイエット効果もあります。ダイエット効果があるスナットウにはどのような健康効果があるのでしょうか。納豆に含まれる健康効果は次のようになります。納豆の健康効果。代謝をアップさせるビタミン B 群が含まれている。低カロリーかつ高タンパクである。満足度アップ効果のある食物繊維が含まれている。続いて酢に含まれる健康効果は次になります。酢の健康効果。高血圧、糖質の代謝異常、高血糖を改善する。腸内環境を整える。新陳代謝アップ効果。酢と納豆を一緒に摂ると食事による脂質の吸収を抑えつつ脂肪を分解することができると考えられています。また酢だけを飲むというのは難しく、酢の物のように砂糖などと一緒に摂るのが一般的です。スナットウであればカロリーを気にする必要がなく、酢だけを摂るという難しい点を解決してくれます。血圧の改善。酸に含まれる酢酸の働きにより血圧の上昇を防ぎます。さらに納豆の納豆キナーゼ酸のダブルの働きにより血管を若返らせることができます。また醤油を使わないことにより減塩にもなります。むくみの解消。スナットウにはカリウムが含まれています。体に溜まった塩分を排出してくれるカリウムの働きと酢の利尿作用が働き、むくみ解消につながります。美肌効果。納豆キナーゼと酢酸は血液の流れを良くしてくれる効果があり、美肌効果も期待されます。便秘解消。豊富な食物繊維が含まれている納豆、便などの老廃物の排出を促してくれる酢酸の効果で便秘解消に非常に効果があります。骨を丈夫に。納豆にはカルシウムが豊富に含まれており、骨を作る上で重要な栄養素となります。酢にはビタミン K が含まれており、カルシウムが骨から溶け出すのを防ぐ働きをしてくれます。またマグネシウムもカルシウムの働きを促進します。骨を丈夫にし、骨粗鬆症予防につながります。スナットウの正しい食べ方。納豆キナーゼは熱に弱いため、炊きたての熱々のご飯にかけると効果がなくなってしまいます。ある程度ご飯を冷ましてから食べるのがベストです。スナットウを食べる量は1日1パックで十分足ります。また食べる時間帯は夜は好ましいと言われています。
その理由は、就寝中は体を動かさず水分も取らないため血栓ができやすいので、夜に酢酸やナットウキナーゼの恩恵を受けた方がいいとされているからです。いかがでしたか？スナットウは驚くほどすごい効果を発揮することがわかりますね。まさにスーパーフードと言えます。皆さんもスナットウを食べてより健康になりませんか？ぜひ試してみてください。いつもご覧くださっている方、また初めてご覧くださった方、ありがとうございます。この動画をたくさんの方にご覧いただけるよう拡散していただけるととても嬉しいです。コメントや改善点などもお待ちしております。ご協力いただける方は、最後にグッド評価とチャンネル登録もぜひお願いいたします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。